はい、こんにちは、ケイノスケチャンネルです。ってことで、今回の猫ゼロの企画はいつもとちょっと変わって、はい、こちらです。全員猿にしました。ガチャでね、頑張って、5体引き当てました。ちょっと本気でやります。全く見えないけど、見えない、ハンデがあるけど、いや、遅いんだよな。勝てるかな。よしよし、膝座ったけどうまく当たりました。よし、勝てますね、今のところ。打たれば勝てた。イノシシ登場。お、うん、当たりましたね、うまく。あ、イノシシ、イノシシ、いや、強いな、イノシシ。うわー、すげー、必殺技、これ当たらないと。いやー、ちょっと打ち漏らした。あー、必殺技が当たんない。あー、またイノシシだ。いや、負けましたね、これは完全。あ、負けましたね。まあ、続きやりましょうか。コンペイトを払って、これ、もう一度やり直すじゃないですか。これ、さっきまで殴ってた拠点、削った拠点の HP も引き継がれるんですよ。色は変わってないけど。でも、さっきほとんど拠点削ってないんで意味ないんですよね。イノシシが出てきたら、よし、必殺技がね、有効に使って、当たった、よし、当たった、ハート、よし、ハート、お、イノシシ対サルです。必殺技、早く、よし、いや、ここで一気に引き出せるかどうか。当たってますね。ガバガバなんだよな、基本的に。いや、ちょっと押し込まれてる。いやー、押し込まれてる。よし、ここでちょっと逆転したい。いやー、ちょっと飛びすぎ。いやー、厳しいっすね。これ勝てない説もあるぞ。あー、負けましたね、これ。僕の拠点落とされるまでもある。いや、それは大丈夫。僕の拠点まで攻め込まれることはないはず。あと30秒、無理だ。いや、負けだな。いや、惜しかったな。あー、もうちょっとで倒せんじゃん。あれ、いける、いけ、いっちゃえ。いや、あと10秒。え、ちょっと待って。よし、コット、よっと。いや、奇跡的に勝ちましたね。いや、よかった。マジか。いや、絶対負けたと思ってた。いや、激アツ展開だな。はい、ってことで、無事にね、サル軍団で勝ちました。これね、サル5匹やればサル軍団作れるんで。ってことで、ケイノスケチャンネルでした。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひともよろしくお願いいたします。概要欄におすすめ動画を載せておりますので、ぜひぜひ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。